皆さん、ご苦労様でございました。もう午後からいっぱいいっぱいで、もうお疲れだと思います。私も本当に勉強させていただきまして、なんか学会行くより疲れたなって感じしますけど、まあ、それはいい意味でございます。で私は、まあ、表議員という立場での最後の総括なんですが、まあ、手短にしたいと思いますが、同時にですね、ちょっと開けていただくと、先ほど発表もあったと思いますが、実践研究特別研究指定校のアドバイザーでもありまして、 41回特別研究指定校平成2728年度の板橋区立中台中学校のアドバイザーでありまして先ほど非常に内容豊かなパネルディスカッションを堀田先生のもとで行われましたけれども私が全然コメントしておりませんのでまず一言でこれコメントしないといけませんので中台中学校の良さはですねやっぱり教科センター方式という非常に板橋区が作ったとびっきり新しい学校でございましてそういう。 その教科のですね特有性と教科の共通性を踏まえての ICT を活用した事業デザインという導入展開まとめと個別共同一斉というそういう学習形態と学習場面といいますかこれを融合しながら共通の事業デザインを考えました ICT 同時に教科ごと今日は国語と理科と数学の例が出たと思いますが 教科特有のそれで ICT をどう考えたらいいかという授業デザインいわゆる中学校ということを考えて教科というものの中でどのように ICT を使った授業デザインをしたらいいかという実践事例をやっていただきました、まあ、多大ないい成果が出たと思いますので、まあ、学校のホームページ等を見ていただきたいまた財団のホームページを見ていただきたいと思いますあと同時にですねこれはまあ財団の幅の広さだと思うんですが 各それぞれにはですね1名のアドバイザーがついてるんですが私のところには岸先生というあの明治大学の准教授がついてまして私は年だからっていうことでもないんですがあの次の世代のアドバイザーを育てようということでそういう制度も入れておりまして次の育成を図りたいという。 いうこと、私言いましたら、じゃ先生のところでということで。まあ、こういうなんか新しい、あの、アドバイスさせも入れながら、育成したいと。まあ、チューターなんですけどね、チューター的なものをやりました。じゃ、全体についての、お話をしたいと思います。まあ、あの、それぞれの学校、非常によく内容で、特別研究校は小学校七校、中学校六校。高校二校、特別支援二校ということで、全ての校師にわたっての特別研究の発表でございました。 それからあの木原先生が委員長になりましたその成果報告書の優秀校、まあ、非常に今日優秀最優秀校の長良小学校の発表等もありました。でそれぞれの学校は PDCA で動いておりまして計画を立て申請して実施し今日のような評価をお互いし合って改善をするという PDCA で動いてるんですが私はまあ財団にとってはですねこ,のこれだけの成果はですね PDCA の A はですねもう少しアナウンスメントとそれからですねアドバタイズメントといいますかね公開しそれをどう交流するかっていうことに本当に力点を置かなくちゃいけないかなと、まあ、それほどの研究成果であると私は思っております。でそのヒントとしてはですね最初にあのえー、っと埼玉県の総合教育センターと墨田区の教育委員会との共同研究が お二人の先生かからはありまましたこれが一つヒントになるかなると思います教育委員会等を巻き込みながらですね学校とこの成果を教育委員会等の研修等ないし様々な形で生かしてもらうものを財団が中立ちするという形でですね普及活動に少しもっと力を入れる時期に来ているなと。 もちろん財団が非常に優れたホームページに出しておりますし報告書も出てるんですが具体的なな形で学校ににどうううこののの成果を普及させるかかといいいが最大の課題かなというふうに思いましたで。それを見たのもあの長野小学校最優秀校の長野小学校のベテランの女の先生がスカイプで他の学校につながった時のあの顔の写真ですね私あれを見ましてね他の先生もこう使ってみようと思うんじゃないかと思うんですね。 私常々言っておりますようにベテランの授業の優れた先生が ICT 使うと鬼にかなぼうだといううに言っております。まあ、若い先生が下手に使うと空回りになるんですがこの一番はこのあまり差別的意見になるんですが50代の女の先生が ICT を使って喜ぶ姿を見せるというのが一番の普及になるんじゃないかと。 僕はあの写真を見まましして本当に感じましたああいうものをどうやって普及させるかということがまあ最大の課題かなと思いました2つ目はですね今日のまあシンポジウム等で議論にならなかったんですけれども私が一番注目したのは文科省の情報活用能力調査というのが一昨年前に行われましたよねこの成果っていうのはやっぱりどう考えるかということだと思うんです。これ二つあったと思うんですね 一つは小中学校とも一枚のウェブページの問題の情報は非常によく取れてそれを理解できる一枚一枚はきちっと取れて情報の理解も進んでるただいくつかのウェブページの情報を関連づけて問題解決に生かすのは非常に苦手ということであのゴミの問題が出たと思うんですがゴミを出すという。私はやっぱり関連づける。 つながるとかつなげるという関連づけるが日本の子どものの子最大の弱さだと思っていますでこれがですね情報活用能力にも見事に出ましてでこの問題はやっぱり進めないといけないで今回のいろんなものを見せていただきますとですねこのヒントがたくさんありました。学、まあ、学校のびという話の反転学習や BYOD の話。 それから学校と他の学校をどうつなぐかというようなスカイプ等を通じてのいろんな交流学習それから教科,内,し教科内での総合のつながりというものをどうするかということの総合的学習とかジグソー学習の例等が出ました私深い学びはここに尽きると思うんですねどうつながるか学ん子供がいろんな形の多様な学びをどう自分の中でつなげるか これが深いい学びの本質だと思いますで。そういう点の情報はたくさん今日出てました報告の中で,でこれをどういうふうに今後我々は読み取っていったらいいのかということが一つです。でもう一つの情報活用の良く問題点は他者の状態をを考慮しながら情報を発信するることと。は苦手であると相手の立場その置かれてる立場を十分に交流できてないで発信しているということが課題になりました。 今の時代はまさにダイバーシティです。多様化の時代です。年齢も違う、民族的なものもある、言葉の問題、文化の問題、多様な障害を抱えた方、いろいろいます。特別支援を必要とする方と、いろんな立場の人とのコミュニケーションをどうするかというときに、相手の立場をどれだけ、相手の立場に立って情報発信できるかということが最大の課題だと思います。これが道徳化と今後の英語教育。 共感になりますこれの本質的なものはここにあるんだろうと思います私にテーマを作れといえば道徳教科での相手の立場を理解したコミュニケーションを ICT でいうようなことを私なら書きますけどもまあ、多分こういうことの本質は多分これからの情報活用能力のこの調査結果を十分に我々は踏まえないといけないんだろうなというふうに思いましたただ多大なヒントが今日の報告会の中に出ましたので我々はそれを活かしていきたいなと思います これで私の総括させていただきますありがとうございました